エナメル防水はエナメル増毛境からエナメル質に向けて伸びる短い線状の血管であり、口頭いただき付近に多く見られる。エナメル質形成前及び形成中にエナメル目細胞の間に取り込まれた増毛目細胞によって作られた増毛細管であり、エナメル用のようにエナメル質表層から内側に向かうことやエナメル層のように小さく枝分かれすることはない。 エナメル防水に関する記述は、すでに1845年にはレッシングによって報告されているが、1878年にボデッカーによって付けられたツムという名称が現在では用いられている。AB ヒストロジーコースノーツ、マチュアエナメル、ニュージャージーデンタルスクール、2003から2004、ページに、ABC 高橋光次郎、人のエナメル防水の発生と組織構造に関する。 地検保医、高校病学会雑誌、第26巻第4号、高校病学会、1959年、1975から1992ページ、土井、10.5357、工病、26.1975、衣春0300から9149、ジョイ、JST、ジャーナラーク部、工病1952、26.1975、26. オーラルバイオロジーコースノーツ、デンチネアンドパルプ、オタゴユニバーシティースクールオブデンティストリー、2006から2007、ピコグラム109、ジェイジーレッシング、ウーバーインプラスメティスチャスゲファシストムインアレングベン、インスベサンディアエイバーインデンコノーションウントゾナン、インデンファーハンドリンガンデハム、ナッチリセンシャフトル、ベラインズ、ポー、51、ボデッカー CFW、 ザ・ディストリビューション・オブ・リビング・マター・インヒューマン・デンチネ、セメント・アンド・エナメル、デント・コスモス、20、582から590、ありがとうございます。